中継の始まりからオープニングファイトということで3人揃っての解説ということになりますけれども、まずはこう画面右側の遠線井上さんが師匠であるこのセラが MMA デビューということになります。出身がニュージーランドですからね、なんかハートの強さが見えそうです。さあ試合が始まりました。プロフェッショナルシュート公式戦オープニングファイト第1試合62キロ契約2回戦です。首相撲から膝を突き上げていったのはセラ。膝ボディボディ膝、ありますね、ボディ膝、これは結構効いてますかね。これはちょっとキム・ヨンギの方がやっている。大振りのパンチからミドル、しかし首相撲だ、こだわっていくセラ。まあ、キックボクシングはバックグラウンドということで青木さん、はい、まあ、これは上等ということになるんでしょうかね。そうですね、このムエタイクリンチが対応できてないので、はい、これを軸に試合を作っていくとセラ選手は簡単イージーなゲームになるんじゃないかなと思います。野選手、これはボディへのダメージというのはジャッジのちょっと見取りにくいところはあるんですけれども、はい、ここはかなり効いているように見えますね。そうですね、ちょっと嫌がってる表情も見えましたからね。ここまでがっちり首を捉えられるとちょっと動きは制限されます、キム・ヨンギ。ただヨンギ選手もこう下がらないですよね、詰めてて逆に距離を潰して、まあ、クリンチから逆にアッパーみたいな形作ってますよね。さあそしてエルボーを入れます。肘と膝を混ぜるっていうのはムエタイのセオリーなので、キックボクシングムエタイの流れを組んでるんじゃないかと思います。金網に押されながらもセラの方がボディ膝、さらには肘も出しました。なんとか突破口を見出せるかキム・ヨンギ。ベースには柔道もあります。抱えて投げようというところか。さあセラも組み替えていくが、アクション、膝、キム選手ちょっと消耗してくるんじゃないですかね、うん、力を使っているように見えるので金網に押し込む力を使いすぎている、ね、なるほど。さあ今度は打ち合いになった、ノールックで打ち合います。突き放してセラがジャブをついた、入ってこようというキム・ヨンギ、膝を突き上げる。なかなかキム・ヨンギも無効気が強いと言いましょうか、気持ちが強いです ねめげません。日本での試合はディープでキングレイナーと対戦しました。1ラウンド4分48秒腕十字に敗れました。この試合はまあ相手に合わせるという形で体重を増やして73キロ契約で試合をしたんですが、伝え聞くところによるとキム・ヨンギはこの60キロ台62キロあたりがベストコンディションということなので、ここは休まずに動いてきていますキム・ヨンギ。まあ、一方のセラにとっては MMA デビュー戦ということなので、やはりそのスタミナ面というところでしょうかね、序盤思い切って膝を突き上げています。ボディ、さあここも首相撲でセラが膝を突き上げています。これは顔面の膝よりもまず消耗させたいですね。あ、なるほど、ボディ1ラウンドはね、はい、ももボディもしくは顔面と蹴り分けて消耗させていきたいですよね、はい、ボディ、振りながらボディへの下打ってくるキム・ヨンギ、一旦離れます。おっとちょっと左に入りましたかね、打ち合いになった。キム選手は近い距離でのパンチの打ち合いに持ち込みたいと思うんですけど、まあ、リーチさんもありますからね、はい、捕まってしまいますよね。あ、ここです。お互いちょっと展開が一歩通行になっているので単調なので、ちょっと幅を広げるといいんじゃないかなと思います。まだもちろんゲームプランにあるかないか分かりません。グラウンドにはなっていません。そうですね、お互い考えてないように見られますね。まあ、セラとしては得意な部分でまず勝負していこうと、はい。さあ一方のキム・ヨンギも押し続けています。時折パンチが当たるんですが、首相撲に捉えられてボディに膝を食らい続けています。投げを打った。しかしヨンギ選手こういう形の投げを結構何回か仕掛けてますけど、はい、結構首相撲が硬いんですかね。うまいですね。そうですね、いや来た。そしてショートレンジで打ち合う、一旦離れました。残りは1分を切っています。蹴りからキム・ヨンギの左が入ります。どんどん来ます、止まりません。韓国人選手のこの打たれ強さと前に出る強さが本当特有ですよね、はい、いや自分の方が有利なんじゃないかなと思わす、でも関係ないというか、ね、はい、入ってこられるとどうなのかなっていう、この
打たれ強さとか気持ちの強さを前提にした作戦の立て方がありますよね、彼らは、彼女らあと顔面さあ顔面も狙っていくセラボディ、しかし前に出ますキム・ヨンギ、ここで第1ラウンドが終わろうとしています。今度は逆にキム・ヨンギが金網押されるという展開になりましたが、もろ差しみたいな形になりましたね。1ラウンドここでホーンが鳴りました。1ラウンド終了です。オープニングファイト女子62キロ契約2回戦です。1ラウンドが終わりました。さあ解説の小野選手、はい、まず1ラウンドセラの方が徹底していたというふうに受けたんですが、そうですね、首相撲で徹底して、まあ、膝蹴り、まあ、削るような形でダメージを与えてましたね、はい、時折ちょっと首なんですかね、投げ技を狙われてるんですけど、しっかりそこもディフェンスして、はい、自分のペースで仕掛けたと思います。青木選手、キム・ヨンギの方は、まあ、はい、お言葉にもあったと思うように全然止まらずにどんどん来るという、そうですね、ハードの強さが見えましたよね。ですよ、キム・ヨンギ23歳ですよ、はい、23歳とは思えないこう貫禄を持ってますからね、顔に、うん、まあ、今回日本の試合ほぼ自分の一番戦える体重でっていうことで戦っているので、はい、2ラウンド目、23歳じゃないでしょこれは2ラウンド目、今度はグラウンドの展開がもし見れるならセコンドセコンドですね。さあプロレスのシュート、舞浜アンフィシェーター大会のオープニングファイト、ラウンド2ラスン第2ラウンドのファイナルに入りました。さあここもキム・ヨンギは止まりません。前に出ます、どんどん来る、そしてセラは首相撲から膝をあてがっていく。いやータラさん、ね、あごめんなさい、ここでタラさん、はい、まあ、2人がもう止まらずに動いてるっていうのはもうね、早く終わるのかなと思ったんですけど、うん、もうあの青木選手の言う通りですね、韓国人 の, あの気持ちの強さが出てますよね、はい、さあ一方のセラもこれだけ前に出られると焦りというのはあるかどうか。さあここでキムが左を振ってきます。もう一度捕まえる。こうやって宇野選手首を固められるとちょっとね、そうですね、まあ、うまくこう横に振って、はい、距離を取って膝を狙ってるんですけどね、ヨンギ選手のこのプレッシャーが強いですかね。うん、2ラウンドに入ってまた金網に押し込むとプレッシャーをかけてきます。セラ選手は回したいですよね、回して膝、そうですね、この動きですよね、入れ替えたが首投げか、はい、キム・ヨンギがそこを首投げを狙うか。いやしかしキム選手は内から取ることをしてないので、はい、セラ選手としては内から取れない限りは、はい、首相撲で負けないと思ってるはずなので。なるほど、うんと磨いた首相撲を軸にまた作っていくんじゃないですかね。打ち合いにやっています。もう一つ噛むか。ニュージーランド出身のピュアブレッド所属するセラ、 MMA デビュー戦になります。デビューの場所は日本、シュートになりました。右のパンチ、うん、少しキムが息を入れたか。蹴りを出そうというところ、セラもキックボクシングの心得があります。しかしリーチか、セラのパンチが顔面を捉えます。入ってくるところ掴み直して、いた、やっぱ女性の方が気持ちが強いですね強いですね、折れないですね。そうなんですよ、女性の方が強いんですよね。さあキム・ヨンギがどんどん前に出て、そこへ肘を打っていったセラ、ボディ膝、さらにパンチだ、うおっと、キム・ヨンギが負けません。オープニングファイトから熱い戦い、金網の中で展開されています。ヨンギ選手はこの左のオーバーハンドみたいな形のパンチが、はい、結構当たってますね。そうなんですよね、短い距離からでもこの左を振ってきます。さあ距離を詰めるキム・ヨンギ、左、おお、ハイキック。さあセラフェイントをかけて、インドからワンツーだ、さらに振ってくるキム・ヨンギ、いやキム・ヨンギハート強いですね。膝もらってますからね。しかし前に出る、はい、今も顔面です。インド垂れ強いなんてキム・ヨンギも蹴られたら蹴り返して、パンチを打たれたら打ち返すという。前に出る、どうだ、セラが迎え撃つ、際の攻防、もう前に来られるとやっぱりやりにくいでしょうね、うん、どんどん来られますかね。そうですね、もうブルーファイトに持ち込んでますね、うん、さあセラが冷静にクリア、しかし左が当たる、
キムの左来る、突き放して距離を取ります。セラインドから前に出る、左、ここはまだ制空権はセラなのか。どうしてもリーチがあるので、そうですね、セラ選手のものになっちゃいますよね。ラインのジャブから右、聞いたか、どうだ聞いた。さあ残りは1分切った、オープニングファイト2回戦ちょっと聞いてますね。右から右ストレートが入りました。あともう一度右左、次に入るか。しかしキムヨングも腕を振るうことをやめません。セラ選手ここをまとめたいですよね。さあ残り40秒、さあ首を捕まえてきた。さあセラがボディへの膝、一瞬大きな止まったキムヨンギ、残り30秒切って投げを打つ、の首投げ、もう一度行くか、得意なフィールドに持ち込もうというキムですが突き放されます。セラが前に出るパンチ、ラッシュをかけるか、残り10秒だ、残り10秒、残り10秒、打ち合う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 、まだオープニングワイドだぞ。第一試合からファイトを行った打った打った、もうさあ止まらない、止まらない、ここでホーンが鳴ります。試合終了です。これはとんでもないオープニングファイトになりました。これはもうオープニングファイトのもう役割を十二分に発揮しましたよ。これもうあっぱれですよ、あっぱれ。いや田原さんすごいっすね。 MMA デビューのセラと日本2戦目のキムヨンギ、はい、舞浜でこれだけの戦いをいきなり見せられるとね、もうなんかでも今日すごいいい流れになりそうですね。いやまあ確かに ここがオープニングなんでね、はい、ここがまだオープニングです。ここから上がっていくっていう、これ大変ですよ、次やる選手。このテンションがオープニングです。さあ試合は判定に持ち込まれました。打撃を思う存分振るっていったセラに対して最後はもうとにかくもう無酸素で打ち合うという感じになりましたね、はい、マウスピース飛び出てましたからね。20対18、以上判定3対0を打ちまして、勝者赤コーナーセラー。しかし判定は3対0、セラの方に勝利が宣告されました。これは宇野選手、はい、リードは保ったというところなんでしょうかね。そうですね。セラがいやでもすごい打ち合いでしたね、最後の。どうしても最後の印象がすごかった。試合的にも全部まあ、割と制したのはセラ選手でしたけどね、はい、コントロールしたと思いますけど、最後の打ち合いとかはもうびっくりしましたね。いやこれがまあオープニングファイトで、そうですね、 MMA デビュー戦と日本2戦目という試合なのかという感じがしましたけれども、勝利はセラの方に傾きました。ただ青木選手、はい、キムヨンギもものすごい魂を見せましたよね。いやもうお客さんの感情を揺さぶりましたよ。もうこれだけの戦いを舞浜アンフィシアターのオープニングファイトで見せました。陵侑、勝ったのはニュージーランドのセラでした。本戦開始の選手国は3時ちょうど。